久々に、えー、マジシシャン、えー、紹介シリーズやっていきます、えー。今回はこちらの方ですね。えー、まあもう、今は現在ちょっとテレビの露出がちょっと減ってきてはいたん、減ってきてはいるんですけども、えー、現在はね、えー、それでもなお,おテレビにこう出続けてる、まあ、コメディ系マジシャンの一人でございます。えー、ブラボー中谷翔ですね。 えー、1961年4月3日は、えー、秋田県の仙北宮仙畑町現在の三郷町で、えー、生まれています、えー、アマチュア時代から注目を浴びていましてマジシャンとして全国を巡りましてイベントなどに出演していました、えー、またふるさと秋田県ではタレントとしてテレビ番組ラジオ番組を中心に、えー、今なお出演を続けております 他に全国中継のレポーターとして秋田県からの中継も務めたりと、えー、コメンテーターとしても役割を果たしたりもしています、えー、テレビ朝日の番組「t o n i t 2では、えー、手品界の革命児として紹介されていまして同、えー、番組内では、えー、ハンカチからハトではなくですね、えー、ハトからハンカチを出すというちょっと変わった手品を見せたんですね ハトしシマジックっていうのはね、えー、世界的に有名でして、えー、チャイニング・ポロックさんですとかね、石田天海さんとかね、えー、また、あのー、引田恵子さんとかこう、いろんな方がいるんですけども、えー、その方が演じていたハトしシマジックではなく、ハンカチ出しマジックというね、えー、これ、世界唯一という風なね、えー あれなんですけどもまあ、他ではちょっと見たことがないかなと思います、えー、素人が注意深く見なくとも、えー、作り物まああれですね作り物というかうん。 レプリカと言いますでしょうか、えーまあ、ハリボテと言いましょうか、まあ、その鳩を,をです、ね、ひっくり返しまして、裏に開いた穴をです、ね、丸見えにしてから、そこからハンカチを出すというです、ねえー、その後もネタが丸見えの手品などを繰り,繰り広げながら、えー、コーナー最後の一瞬に、えー、作り物の鳩が本物にすり替えるという手品,、えー、手品らしい手品を不意に行うなどです、ねえー、終始、レポーターを唖然とさせる破天荒な系譜をこう見せたりもしていました。まあ、結局ね えー、ハリボテのね鳩が本物の鳩にね、えー、変わるというね、えー、ちょっと手品らしい手品をちょっというね、えー、やっているということでまあなんとなくなんですけどもまあ系統としてはねマギー師匠とちょっとなんか似たような気がしてます。えーまあ、個人的なな感想なんですけどね えー、ブラボー中谷師匠、そしてマギーシロー師匠、そしてカラクリドール師匠は、これあの同じ部類なんじゃないかなと思っています。一応、マジシャンとしても結構ね、えー、大御所のまあ3人なんですけども、えー、この3人に共通して言えるのはですね、えーまあ、お笑いの方にちょっとね、特化させていると。まあ、で、まあ、いわゆるマジック3割、お、えー、笑い7割、まあ、このくらいでしょうかね。 えー、今あの、キャラメルマシンというね、ちょっと昔流行ったマジシャンの2人組がいたんですけども、まあ、あの方たちもコメディ系マジシャンの、まあまあ、第一今一人者というか、1人、まあ、2人だとは思うんですけども、ただ、あのこの3人と比べたら、まだ技量としてはね、お笑いの方に関しては、ちょっとね、えー、うん、どうなんでしょうかね、この3人と比べたら、またちょっと見受けていうかですね、見とるかなと、見をるかなというような、まあ、個人的な感想ですね。 で現在はね、えー、どんどんノンベという、ねえー、あの居酒屋をこう開いていまして、えー、意外と早い時間からやってるんですよ。ブラボー商店どんどんというお店でございまして、えー、星ちね、えー、まあインスタントなんだかコンスタントなんだか分かりませんけども、その方と一緒にマ、えー、ラーメンなんかをこう、ね、やっていたりもします、えー。11時から23時ということで、えー、結構早い時間帯からこうやっているということです。 え今コロナ禍ということで、ね、なかなかこう行くことができないんですけども、ただ、このこういうね、えー、ラーメンとかということもね、えー、こう食べられたりもするということで、ね、えー、まあどういったものなのかもね、えー、ちょっとね、えー、まあ,あの気になるところではあるかなとは思います。まあ、ちょっとね、えー、いずれちょっと行ってみたいかなというふうにこうちょっと思っております。えー、またね、えー 11時から23時ということで昼は食堂夜は居酒屋としてねこう営業されているということで、えー、どうなんでしょうかね、えー、ブラボー中屋さんがこういたらマジックをこう披,露さし披露してくれるというね こともあるんじゃないでしょうかで場所なんですけども秋田県は大曲り、えー、これはどこでしょうかね、大仙市の、ねえー、ところにあるんですけども、大仙市大曲り、えー、詳しい地図が、ね、ちょっと載ってないんでね、えー、ちょっとね、また後ほどこう調べてから行くって感じになるんじゃないでしょうかね。 はい、えー、ぜひ皆様訪れてみてはいかがでしょうかということで、最後までご視聴していただき、ありがとうございました、えー。ブラボー中谷氏のですね、えー、ツイッターの方をですね、えー、貼っておきますので、そちらもクリックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。